ときもちセカンドです。今日はね、私のいつも飲んでるお酢のねジュースを紹介したいと思います。これね、私がいつも飲んでるやつはバイタルプラス、商品名で合ってるかな、このやつですね。チョンジョンウォンスマート、なんか有名なこの会社のね、このお酢のドリンクが、なんかね、果物のね、含まれてる率が高くってね、一番無駄なものが入ってない感じだったんで、私がスーパーでね、見比べてみる限りでは。なのでね、これいつも飲んでます。で、ちなみに私はザクロの味がお気に入りです。ザクロ酢ですね。美容に健康にいいので、いつも飲みます。私はいつも、こんぐらいの量で、お水をね、こんぐらいかな、だいたいね、全部合わせて3分の1ぐらいがこれですね。うん、美味しいです。あのね、ちょっと薄いぐらいの方がね、私は好きですね。飲みやすくて健康にもいいんでね、いつも動画編集しながらこれ飲んでます。まあね、日本でも飲んでる方多いと思うんですけど、よかったら韓国のね、このやつもすごく美味しいんで、ザクロ酢飲んでみてください。うん、美味しいです。以上、私のいつも飲んでるザクロスのお話でした。